中のダートに柔らかく当たるスポットライト、激戦の前の静けさに中毒党の気持ちは引き締まります。さて実況席の解説は東慎二さんと吉田仁さんです。まずは東さんからまとめの方を伺いましょうか。お願いいたします。はい、やはり僕はもうワシントンカラーでいきますね。この落ち着いた感じでワシントンカラー、はいはい、いい感じでいきますんで、戦力でもなんとかしてくれるんじゃないかなと思いますね。問題はやっぱり距離というところ、ね、そうですね、そこだけであるんですよね、はい、状態の良さと、もうそこの辺で行ってみたいと思います。そして吉田さんは、はい、かなり早いレースになりそうだと思いますんで、直線で差し追い込み場が逆転するというのを一気に前が変わる予想しまして、そうなるともう待ちかね笑う角ということになるんですけども、差し追い込み場の方にちょっと重点を置きたいなという感じがしますね、今年の場合は、はい。まあ、お二人の口からは出なかったんですが、名声オペラなんですが、東さん。そうですね、まあ競泳マーチとの兼ね合いだと思うんですけども、はいはい、多分競泳マーチの方が行っちゃうと思うんですよね、それを2番手で構えてられるっていうのが得なんじゃないかなと思うんですけどね、レースとしてはしやすいんじゃないかなと思うんですよね。そして吉田さんはこの名声オペラに対してはどういう評価を。そうですね、もともと先行型なんである程度まあ行くと思うんですけども、スタートしてからしばらく芝を走りますんでね、はい、その辺あんまり芝コース走り慣れていませんので、その辺でスーッと先行できるかどうかっていうのもちょっと注目なんですよね。なるほどね。これで例えばあの1番のマコトライデンっていうのも結構行きますしね、はい、そこをすんなり、ね、こなせば、まあ、2,3 番手からという競馬になると思いますけれどもね。そうですか、はい。さてスタート地点には佐野アナウンサーが行っておりますが、佐野さん、はい、人気馬の状態どうでしょうか。ワシントンカラー、そしてオスミジェットは非常に落ち着いた状態だと思います。MI ブランがちょっとうるさいところを見せていましたけれども、はい、それはあの大川さんのおっしゃる通り気合だと思います。競泳、はい、マーチがちょっと大汗をかいているかなという感じがします。名声はどうですか。名声オペラは落ち着いてますね。あ、そうですか、はいはい、非常に、まあ、この中央の歓声でも落ち着いたところを見せているという名声オペラです。さてスターターが今ゆっくりとスタート台の方に向かっていきましたけれども、東さん、はい、この名声菅原ジョッキーに何か一言アドバイスを送るとすればどんなことでしょうか。まあ気をしなく思い切ってやってほしいですね、はい、悔いのないようにやっぱりやってほしいですね。近い大観衆が砂漠の冒険者たちに声援を送ります。16頭はこの冬の下辺格の違いを聞き分けたでしょうか。さあゲートインが始まりました。順調に進んでいます。さてやはり展開ということになりますが、吉田さん、はい、競泳マーチが思い切っていけるかどうかですね。行くと思いますね、はい、やっぱり逃げるために出てきたと思うんですよね、そして名声が、それからワシントンカラーは後方からの直線にかけるということになるのか。佐野さん、枠入りの方は順調ですね。はい、順調です。 今14番のテセウスフリーゼが入ります、はい、そしてあと堂島無敵です。14番のテセウスフリーゼ4ヶ月ぶりになりました。これが収まります。最後に堂島が引かれていきました。緑の向こうに広がる東京砂漠、マイルの果てに栄光は、オアシスか蜃気楼か、ダート G1 フェブラリースタートを切りました。まずは芝コース 100m 通って、さあ競泳マーチビッグサンデー、青い帽子、芝で活躍の両馬が行く格好になりました。今ダートコースへと出ていきました。競泳マーチ、そして内の方を通りまして1番の誠大伝が行っています。名称もとなり、その外にビッグサンデーがつけている。3番はバトルラインです。それから名声オペラはここです。前から5、6番手の位置に名声オペラ、大隅ジェットが外から行っている。その外を通って足毛の馬体ワシントンカラー、真ん中を通って大気シャードック、外からはテセウスフリーゼ、その後ろに MI ブラント竹豊、ゼッケン6番は待ちかね笑う角、外から堂島無敵です。インコースからはストーンステッパーが行っている。そしてその外にはシャドークリークがつける構えになりました。3コーナーのカーブへと入っていっています。先頭は競泳マーチです。やはり逃げます。そして4番の名称も隣がわずか2番手、欅の向こうを過ぎていきました。
さあ先頭競泳マーチでありますがそれほど飛ばしてはおりません。現在5、6番手明星オペラ、その後ろにワシントンカラーがつけている。人気馬が前の方を固まっている中、さあ直線抜けてくるのはなんだ。競泳マーチ頑張った、競泳マーチ頑張った、外から名称もとに、ここで手が動いて菅原勲の手が動く。明星オペラが上がってくる。明星オペラが先頭か。競泳マーチ頑張った。明星オペラ、明星オペラ、外を通ったオスビジェット、外を通ったオスビジェット、先頭は明星、明星オペラ、明星オペラが先頭。競泳まで頑張った、競泳まで頑張って2番手か。完全に抜け出したのは明星オペラ、明星オペラやりました。歴史に名を刻んだのは明星オペラ。初めて地方所属の馬が中央の G1 を制しました。菅原勲が決めました。最後の直線です。2着争いはちょっと激しくなった中、MI ブラウンあたりが抜けてきたんでしょうかね。待機シャーロックとの合わせ馬の形になったんですけど、はい、それにしましても5、3位を出してからのこの明星の伸び、そうですね、はい、ちょうどいい位置つけましたね、してね。でスタートしてからかなりしごいていきましたけれども、はい、ちょうど揉まれないいい位置つけたと思いますね、すごいガッツポーズでしたよ。そうですよね、はい、まさに歴史に名を刻んだこの中央 G1 制覇。東さん、やりましたね、菅原騎手。やりましたですね、ペース的にもね、はい、前半48秒台でだいたい平均ペースっていうか、でいって意外と先行はペースだったですね、はい、その3番手ピタッとつけていい形になりましたんで、たっぷりと力を貯めておけましたですよね。ジョッキーうまかったですね、はい。まあ、今日はこの前にありましたダートの1600で菅原勲騎手がすごい人気薄の馬をそうですねホールに導きましてね、あれも同じ距離 1600m ダートでね、はい、いいリハーサルになったかなというふうにもね思うんですが、さあここはゆっくりとこのスタンド前の大歓声に菅原ジョッキーも寄ってもらいたいところです。これは嬉しいでしょうね、この10万近いね人の前でね、府中の空に勲コールが響き渡りました。さあそして着順表示板の方ですが、馬番があっさりとここは出ました。1着は明星オペラ、そして2着には MI ブランがわずかに突っ込んだ格好、10番の待機シャーロック3着、8歳馬が2着3着、大隅ジェットが4着、5着に競泳マーチとなっています。勝ちタイム1分36秒3、上がりのサンハロンは36秒ちょうどでした。この後、検量室前での勝利ジョッキーインタビュー、